室戸市にある室戸廃校水族館。校舎2階の水槽展示教室で新たに展示を始めたのは海中ごみです。水族館という場所は海のリアルな現状をお見せする場所でもありますので、海中からゴミを集めてきて水槽内で水の中の様子を見せようということで、ゴミを水槽に展示しました。これらの海中ゴミはすべて室戸の海から採取されました。海中ゴミは海藻と同じように産卵場所や稚魚の隠れ家となるなど、海洋生物の生態の一部となっています。一方、このゴミによる環境の悪化が深刻化しています。十二指腸からこちらの袋と、あと大腸からこちらのレジ袋が出ました。今年6月、絶滅危惧種に指定されているオサガメの子供が室戸沖の定置網で死んだ状態で発見されました。体内からは透明の袋とレジ袋が。海中でゆらゆらと流れるこうしたゴミを魚は餌と間違えてしまうのです。このほか、ウミガメに絡まっていた釣りの仕掛けやサメに刺さっていた針などが展示されています。水族館の展示で、皆さんにも何か感じ取ってもらえれば。室戸廃校水族館は展示するゴミを増やしたり入れ替えたりしながら、この企画展を1年ほど行う予定です。